はい、ということで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。おいたのばがです。ままです。のらです。はい、ということで、花もいません。花もいません。今日の花も転換チャンネルは花もいません。今9時っすよ、朝。朝9時。めちゃくちゃ早いんですけど、最近花を病んでるじゃないですか。最近、らしいっすね。動画で。動画で、俺も山登ってますね。山登ったりしてるじゃないですか。俺、まあ、俺10年ぐらいあいつと知り合いやけど、多分あいつ疲れてるんよ、最近。多分、そう、俺は結構その感じしてて、ちょっとリフレッシュした方がいいかなということで、今回の企画は、いきなり花を連れ出して沖縄に連れてみて。沖縄です。今から沖縄行きます。僕らも行けるんですか？もちろん。もちろん。さっき僕が初沖縄です。あれ、初沖縄？だからもう、今から普通に旅行するんですけど、ただみんなで旅行しようぜというよりは、もう花をなんかずっと切り詰めてなんかやってるんで、あいつが次これやろうぜって言ったことをなるべくやる。ああ、なるほど。マリンスポーツとかはもう予約してるのとか実はあんねんけど、はいはい、それ以外はもうあいつに全部次何やるか決めてもらおうかな。今朝9時でもう2時間後飛行機なんですよ。そう、だからもう起こしに行かないといけないということで、今から起こしに行きましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。メイキッドパスワーウィズ花尾不在。よくわからへん。どうする反応するんやろ。おいおいおいおはようございます。おはようございます。沖縄行こうぜ。バレーは？え？バレーは？バレーじゃない。こいつ頭おかしいんです。沖縄でビーチバレー。沖縄でビーチバレーの間違いじゃない。ガマジですよ。だから早あと30分で出るから早準備して。マジで。飛行機の便決まってんすよ。マジで言ってる。結構便。まだ時間ない。元気すぎやろお前ら。じゃあ早準備して。お前って早準備して。汗かいたらすぐ帰宅。汗かいたらすぐ帰宅ですよ。いや最近山行ってやんどるからさ。ね。ずっと終わったけどなもう。ちょっと衝撃やったな。あれてかさ、最悪何も持ってかんでも、まあまあ、向こうで買えばいいやん。財布とスマホだけ持ってくんや。なんでゴミ袋、なんでゴミ袋、なんでゴミ袋。焦りすぎて今何に入れていいか分からへんから。ほんまにほんまに言ってる。何がほんまに行く、ほんまに言ってる。え、タラノみたいなとこない？そうではないよ。そこいらんか。いらんか。別にいらんか。別にいらんか。今回次行く場所とか全部決めていいから。マジで？ノープラン。え、俺がノープラン。だからあの、病んでる花のためにそういうの企画しただけやから。やれ言ってるよ、お前ら。やますわ、じゃあ俺。これはほんまにマジで。今回の旅のテーマは、今回の旅のテーマ3分間なんで、はい、爆速体感4泊旅行です。つまりもうこの2日しかないからこそ、あらゆるところを超ハイスピードで回る。まあ今日は花尾が王様なんで、白髪とか言ってもランニングです。ランニングぐらいのノリで回る。初めて沖縄やのに何も観光できない。まあでも広く浅く知れる。でも現在もハイライトもはいはいはい。じゃあまず最初何します？まず車速攻で買います。はい、車を貸します。はい、さあ行くぞ。オープンよー。うわすげー。まずはまずは昼飯。昼飯、昼飯でタコライスとかじゃないですか？タコライスや。タコライス食いたいな。これめっちゃええよな。金持ち感あるやん。アルファードデラックス。あんま良くないよ、そういうデラックス。デラックス。おい、汗かいてるやつおらんか。汗かいてるやつおったら帰るで。まだ汗かいてる。あるね。その設定忘れました。なんでこれ、みんななんでここで止まってんの？これはみんなここで楽しんで。はい、ちょっと止めます。ステイ。まずここでちょっと海岸を楽しもう。はい。これは。もはやミュージックビデオまである。ミュージックビデオ撮るまである。はい、ここ座ろうで、みんな。はい、じゃあここ座るで。さあ、座るのは無理。はい、乗って。俺もこれ海パンちゃうて、これ海パンちゃうて、これ。はい、撮りますよ。撮影中に結構きつかったランキング上位に入った。はい、行きますよ。はい、チーズ。すぐ。はい、チーズ。
秘宝です。この瞬間をもって全員汗をかきました。はい、全員帰宅です、これで。泳いで帰ろうか。泳いで帰ろうか。靴脱げてる。じゃあ花をお疲れ様でした。お疲れ様でした。確認けど楽しいやんな、あいつは。今井ちゃん楽しんでるやつだね。楽しいよね。それ大事やで、ね、これでやんでるって言われたらもう。はい、ということで旅行再開です。行きましょう。アルファードごめん。ここが梅梶テラス、俺の第二の村でございます。さあ、どこで食べようかな。時間ないからな、時間が。そうなんですよ。わあ、めっちゃ綺麗。めっちゃ映画だ。ワンドリンクオーダー制。なるほど。ここだけでいいもん。なるほどね。寒いな。寒い。汗かいたからもう。めっちゃ寒いな。どう、花を。もう満足。お前でもあれがドリンク来るからな。うわ、向こうすごい、これ。ちょっと写真いっぱい撮ってみたい。これ持ったらヤバいってこと？だから手袋つけないですよ。あ、もマジ？揉みて。マジで歯痛い。虫歯。行きます。じゃがじゃがじゃん、じゃがじゃがじゃん、ぶっけんじゃんけんじゃんけんぽん。やったー。行き上げて、こいつ、こいつ。マジで行き上げて。海かじテラスはもう一回行きたいな。いい場所やったな。これ前来た時あのアイスのやつとかなかったよ多分。嘘。ああ、俺が前来た時はなかったぞ。ていうかマジで時間1分も無駄にしてないな。いいムーブかましてる。これでまあギリ間に合ったな。ちょっと待って、俺食った直後、俺あれあのフライボートで、そうね、コンクリのように加藤鳴らされたら俺死ぬかもしれない。死ぬかもしれない俺。水落ちやられた。いや、終わるほんまに死ぬかもしれない。絶対に。いや、あるよな、あれ結構。あれ、息できなくないですか。リバースマウンテン入るな。リバースマウンテン入るな、ほんま。リバースマウンテン。いや、わかんない。今できた言葉。その旅行あるあるやっぱり、いかにこう、はい、早めにスタートライン切るか。うん、間違いない。旅行にフライングはない。なるほど。これ名言やから、俺が残した。大事で。まあ、コメント欄で聞くわんじゃん。これ覚えといて。旅行にフライ、受験にも、旅行にも、フライングは。そもそもフライングがあると思ってやおるんかな。そもそもそれって水面もコンクリのようにかとなる。水中で立ち泳ぎの体勢を保って、それから足伸ばし、水中で立ち泳ぎ。足が後ろに行っちゃダメ。足は真下。このサイズの船って貼れるんか。いや、もう顔。よくあるのが、おしっこしたいのに黙ってやればいいのに、おしっこしたいってこの場で言うと、お前いつやったのって突っ込まれる。確かに。言わんときますね。そうそう、言わない方がいい。上がってたら俺ら、これ大丈夫な。すごいすごいすごい。長い。すごい。すごい。すごい。メガさん、浮き上がって。浮き上がって。ジャムおじ。頑張って。はい、30歳ぐらい老けてんぞあいつ。何や、何の叫びなの。お腹めっちゃ出てきた。おお、水面はコンクリのように固まる。痛そう。新種の競技発明してんちゃうぞお前。水面もコンクリのように固まる。水面もコンクリのように固まる。水面もコンクリのように固まる。なんだあの。キモ。
水面もコンクリのように固まる。うえうえ。オープン。オープン。おきれい。これはきれい。お。すごいねんけど、え、どういうこと？うわえ、あっちもある。向こうの家が見えてるのか、それともあれなの？あっちも、いや、でもあっちもやと思うよ。違う部屋では。やばいやばいやばい、違う部屋だ、ちょっと行っちゃう。え、すげえ。何？うわ、これ俺らの部屋。え、そうか。え、すごい。やば、野球局できるやん。やば、ほらほらシフト。すげえ。めっちゃ気持ちいい。温水ないけど。マジですか。まあまあまあ、ぬるいんか。浮きはありますよ。でもこれでも7人分って量って結構少ないです。これは少ないですね。え、6。あ、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 やってないよ。よし、よし、じゃあ、じゃあ、乾杯します。はい、それじゃあ、起きなー、最後最高やな。うわ、めっちゃ合うか。いい感じやん、これ。うまっ。めっちゃうまいもん。うまいな、お肉。おいしい。次の、やっと、わかんねん。はい。これ、確率なんぼ？すごい。しかも、チョキチョキチョキパーで負ける確率。すごいな。3の6乗分の3通りで。来たな、お前、さては。あの、匂いが伴いできないというか、これは証明されたから。あったよな。あの企画ほんまきつかった。ここで一番きつかったまである。あれ、いや、あの企画ほんまきつかったわ。急トレーニング10秒の匂い嗅いだ。マジであれ結構すごくない？もうマジですごくない？あれ結構全然食べるわ。これがゴールで、お互いこれがゴールで、シュートはブロックできない代わりに、あのゴールはこうやって動かすことができる。なんでそんなルールしっかりしてんの？ね、まあ、俺ら普通にあのプレイングしてるから動かし方はこれ、これなしにして、こうっていうか、こういう、こういう感じでいこう。あ、そういうことね、こういうことね、こういう感じでいこう。わがはなさるチーム VS 野良まこでんで、はい、スタート。1、うえ、大丈夫かな。シュート。あ、シュート取るのなし。シュート取るのなしな。シュート取るのなしな。おい、鬼疲れた。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 うん、楽しそう、見てて。はい、時刻は8時15分になりました。元気。元気、朝から。僕も入りたいな。昨日の話やったら、8時15分までに起きてないといけないっていうような話やったんで、ちょっと見に行きましょう。じゃあ、行きます。アウト。テテ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 テギリギリ直前になんか変な予感して起きた。もうええで。あ、来た。すごい、めっちゃ
アイモッケっていうね。じゃあマコ花伝で誰が一番傷つくか。俺ら二人の合計とマコの対決。何言うとんねんお前。消防士やからな。消防士やからそれはできる。よーい、スタート。誰も喋らへん。誰が一番長く続きますかね。やっぱりここやっぱ花尾さんは結構な家で練習してるって言ったから。おっ、根川さん1番。全然無理です。マコ、花尾、デンガンの順番だ。これで買ったから、うん、そう人生どうとかじゃないけど。ちょっとやだ、マジか死にそうって。優しさ。これで買ったってことは1位だから。まあ、いろいろありましたけど、いろいろあった。おそらくもう帰るになるじゃないですか、ベクトルが。まずこれ楽しかったかどうかね。この超えたよ、それはもう超えた。楽しさはもう超えてしまって、楽しさに対する感覚が鈍ってる。やっぱあったかいとこ楽しいな。心地よすぎて、水泳後の何とも言えない疲労感。次の授業みんな寝るやつね。幸福度高い、あの瞬間幸福度めっちゃ高いから。間違いないな。病んでた花を闇取れた。それはもう遠に取れてる。なんならお前ら昨日玄関から玄関開けた時点でもう取れてたし。取れてた。はい、ということで今回の沖縄旅行終了ということで、花さんどうでした？非常にでも当時で150点の満足度の高い内容だったかなと思うんですけども、はいはい、まあ、でも途中でね、ちょっと車で寝ちゃったりとか、実際が課題が残る部分もあったかなと思うんで。課題なんかね、まあ、それぞれ課題持ち帰って、はい、しっかりまた行けたらなと思います。じゃあということでお疲れ様でした。お疲れ。